なぜ今コンテナなのか。今日はですね、AWS ブラックベルトオンラインセミナーで、AWS のコンテナスペシャリストの荒木を話をします。さて、AWS にコンテナを持ってこよう。AWS にワークロードを持ってこようというお客様、そういったお客様の中には、どういったメンバーがですね、いらっしゃるでしょうか。CIO の皆様、CSO の皆様、あるいはビッグデータ、インフラやオペレーションの VP など、たくさんのですね、ステークホルダーが、典型的にはですね、1000以上のアプリケーションを持っています。銀行や通信業のお客様ではですね、その数が9000を超えるような、そんなお客様もありました。今まで AWS ではですね、数千以上のお客様と話をしてきて、そういったことが分かっています。中堅企業でも数百、スモールビジネスでもですね、25から50といった、そういったアプリケーションはですね、すぐに出てまいります。そしてそういった多数のアプリケーションを持っているお客様が AWS にやってこようということを考えます。AWS にやってくるときにですね、考えること、それはアプリケーションの見直しになります。で、そのアプリケーションの見直しをするにあたってですね、見直してみると結構わかることは、あれ、このアプリケーションいらないんじゃないの？リタイアするアプリケーションが10%。そして、数年前にはなかった SaaS の存在も非常に大きいです。2割はそちらに行きます。そして5割のですね、アプリケーションは、そのまま、アプリケーションなんか実は書き換えすることなく、50%のアプリケーションがリフト&シフトで AWS にやってきます。そして、残る20%がですね、モダナイゼーションの対応になります。ビジネスシーンにおいて、市場の変化への迅速な対応が要求される。そのために安全かつ迅速にプロダクトや新機能を市場に投入したい。そういったアプリケーション、トランスフォームを AWS の上で実現するための、そういったアプリケーションがですね、モダナイズ対象になり、それは実は全体の20%になっています。そしてこの20%であるモダナイズに求められるものが、アプリケーションにますますフォーカスをし、要件に応じたインフラストラクチャーの管理であり、迅速にスケーリングすることであり、セキュリティがもちろん確保されている。こういったことが非常に大事になります。そういった中、コンテナ選ばれるわけですね。で、コンテナを選択する理由というのは、まず第一に、スピードです。一貫性のある開発で、環境で開発を加速したい。自動化によって、管理を容易にしたい。労務を含む TCO を削減したい。リスクを低減したい。様々な理由ありますけれども、コンテナはですね、そういったアプリケーションに必要な要素をですね、パッケージングします。コンテナイメージに対して脆弱性対応をしてデプロイすれば、どの環境でも同じ対応が施されたことになります。まあ、これがリスクの低減。あとはコンテナランタイムさえあれば、どこでも動かせます。足回りを気にする必要性が格段に減ります。例えば AWS を使えば、より差別化につながらない重労働を排除できます。これによって運用の効率性が高まります。コンテナイメージはですね、どこででも同じものを動かせますので、どの環境でも一貫性があります。自分の手元の PC でも、他のサーバーでも、本番と同じように手元の PC で開発できるということになり、開発のしやすさが向上します。どこでも同じものが動くので、自動化がしやすいです。CI/CD パイプラインに組み込んでテストをし、デプロイまでのスピードアップが狙えます。なぜコンテナなのという点について見ていきたいと思いますけれども、AWS 上でコンテナを使うっていうのは非常に意味があるということがですね、皆様わかると思います。AWS にインフラと運用負荷を任せることによって、お客様はリスクを低減し、インフラではなくビジネスロジックの構築に集中することができます。で、コンテナ化によってですね、ポータビリティや再現性のある環境に移行できます。テスト自動化を導入することで、品質、安定性、セキュリティを向上させながら、製品のデリバリースピードをですね、飛躍的に向上させることができます。これがですね、コンテナを選択する理由です。そして、いろいろなサービス、どうやって実装されているのか見ていきますと、抽象化のレベルがですね、物理マシン、仮想マシン、コンテナ、そして AWS ラムダやファーゲートといったサーバーレスのサービスになっていきます。この抽象化のレベルが上がれば上がるほど、
ビジネスロジックに注力すればするほどですね、もちろん早くより強いシステムが作れるわけですが、実際 20% のアプリケーションがこちらの対象になりますと申し上げましたが、その結果ですね、78% の新規アプリケーションがコンテナまたはサーバーレスで組み上がっている。まあ、こんな現実があります。もうちょっと細かく見て、58% がコンテナ、21% がサーバーレスです。インフラストラクチャーズコードという文面で言ってもですね、5割は IAC、インフラストラクチャーズコードです。こういったですね、新しいことへの取り組みは、もうコンテナでやるという時代になってきます。これがですね、今、AWS、なぜ今コンテナなのかという大きな理由になるかと思います。本セッションに担当します。Amazon Web Service の AWS コンテナスペシャリスト、プリンシパルソリューションアーキテクトの荒木と申します。2011年から AWS のソリューションアーキテクトをしております。まあ、好きなサービス、AWS Direct Connect と EC2 Spot。ネットワークとコンピューティング、まあ、そちらをですね、ベースに今までずっと仕事をしておりますが、様々なサービスを扱っております。さて、今回の AWS ブラックベルトオンラインセミナーですね。こちらはサービス別、ソリューション別、業種別のそれぞれのテーマに分け、Amazon Web Service Japan 株式会社が主催するオンラインセミナーのシリーズになります。AWS の技術担当者が AWS の各サービスについてテーマごとに動画を公開するものです。お好きな時間、お好きな場所でご受講いただけるオンデマンド形式になっておりますので、隙間時間の学習にね、お役立てていただきたいと思います。で、本日のこのセッション内容、注意点に関しては、2021年6月時点のサービス内容及び価格について反映をしております。最新の情報はですね、AWS の公式ウェブサイトをご覧いただきたいと思います。で、本資料に関するお問い合わせ、ご感想に関してですね、技術的な内容に関しては、AWS のサポート窓口にお問い合わせをください。で、料金面でのお問い合わせに関しては、カスタマーサポート窓口がございます。で、具体的な案件に関する構成相談は、講述するですね、個別技術相談会をご活用いただきたいと思います。AWS の日本語資料の場所に関しては、AWS 資料で検索していただければですね、こちらでご覧いただいている AWS クラウドサービス活用資料集というところにまとまっておりますので、ぜひご活用いただきたいと思います。また AWS では、多彩なハンズオンですね、提供しております。そのハンズオン資料もですね、こちらの URL で提供しておりますので、ご覧いただきたいと思います。AWS では Well Architected Framework に基づきます AWS のサービスを良くしていくお客様の AWS サービスを安全に効率よく経済的にスケーラビリティ高く動かしていくというようなサービスのための技術個別相談会を行っています。 AWS のソリューションアーキテクトに対策などを相談することが可能ですので申し込みですねイベント告知サイトにありますので、こちらをご覧いただき、お申し込みいただきたいと思います。以上です。ありがとうございました。